はい、こんにちは。今日は、細胞の構造について勉強が終わっているので、次に酵素について勉強していこうと思います。で、酵素とは、ここ。まず、触媒って皆さんご存知ですか？化学反応を促進するけど、それ自体は変化しない、変わらない物質のことで、例えば、水と酸化水素が、水と酸素に分解するときに、この反応を例えばマンガン、二酸化マンガンを足すとこの反応が起きるんですけど、小学校の時に理科の実験でやったかなと思うんですけど、例えばそのマンガンなんかもその時の二酸化マンガンも、反応はこの反応を促進するけど、でも二酸化マンガン自体は減らなかったですよね。あれは触媒です。で、酵素っていうのは何かなっていうと、触媒なんですけど、タンパク質でできてます。だから、細胞内でできたタンパク質でできた触媒なんで、生体触媒っていうんですけど、これは、酵素が、細胞で起きているいろんな反応を全部、促進というか働く、その反応を進めてます。で、具体的にこの酵素反応がどんなふうに起きていくかを見ていきたいんですけど、基質っていうのがあって、酵素に結合して、でその酵素の反作用で基質って、その物質が、なんか別のものに変わる、そういう反応を、酵素が助けるんですけど、その時酵素に結合する物質のことを基質って言います。なんか酵素と結合して変化させられる物質のことです。で、その反応はどんなふうに起きているかっていうのを図で見ていきたいんですけど、これが基質だとします。で、これが酵素です。とすると、まずはじめに、基質と酵素が別々にあったとして、基質と酵素がまず結合します。こうやって結合すると、酵素の作用でこの基質が別のものに変わります。で、別のものに変わったら、この基質がパッと酵素から外れて、で見事この基質が別の基質に変わりました。で、この時に、大事なのは、この基質と結合した時の酵素と、別の基質に、基質を変えた後の酵素では、この2つ何も変わらないってことです。それが触媒の特徴です。で、この酵素はまたこっちに戻って、またこの基質と結合して、この反応をどんどんやっていきます。これを繰り返して行います。いうのが、酵素の特徴です。で、この時に大事なのは、なんとかの形にぴったり合う基質しか酵素と結合できず、酵素反応を起こせない。この四角に入るものなんですけど、またさっきのグラフというか図に戻ると、この酵素でも実際にこの基質と結合するこの部分、この部分です。この部分のことを特に活性部位って言います。で、この基質は酵素にこの活性部位のこの部分、この形にぴったり合っている、この構造を
持ってる基質じゃないとここにかっちり結合できないんですよ。例えばこんな形の基質だったら、ここには結合できないです。なんでかっていうと、この例えばこれがこう結合するんですけど、この時にこの部分とかこの部分とかいっぱい、なるほど、これとこれをつなぎ止める鎖みたいな、見えない鎖みたいなものがいっぱいできているんですね。でも例えば基質がこんな形してたら、酵素と基質の複合体って、複合体ってこの結合したものって、こんな感じになっちゃいますよ、ね、そしたらここでこの結合できない鎖ができないですよね、離れてるから。だからこれはきちっとはまらずにすぐにまた離れちゃいます。こんな感じで、だから、この酵素は、この基質はこの酵素に、何もしてもらえないんですよね。で、この特徴のことを、基質特異性って言います。だから、今の話で言うと、この時何とかの形にぴったりや基質っていうのは活性部位のことです。で、この活性部位の形にぴったりある基質しか酵素に結合できなくて酵素反応を起こせない。この特徴のことを酵素の基質特異性って言います。特異性っていうのはなんかある一個の一種類の基質にしか結合できないっていう、そういう意味です。で、この単語、というかこの特徴、酵素ですごい大事なんで、これだけはぜひ覚えてください。で、酵素の特徴はこれだけじゃなくて、例えば、温度が、溶液の温度が上がると酵素がどれぐらいの速さで反応を起こせるかっていうのが結構いっぱいいろいろ変わってくるんですけど、そういうことは次のビデオで、説明したいと思います。今日は、とりあえずこの基質特異性、これだけ覚えて帰ってください。というわけでありがとうございました。